的にはあれですよ、僕がどっちかっていうと合わせるタイプでは代表ではあったんで、まあ、ヒデもそう、ヒデはやっぱ攻撃的な選手だから攻撃にやってもらいたいっていうから僕は攻撃することはもう抑えましたし、まあ、シンジとかもそうか、三尾とかもそうですし、逆にコーチとか永田コーチとかがやった時はどちらかというとじゃあ俺攻撃の方行くわみたいな形でさせてもらったりしたんですけど、やっとが一番やりやすかったですかね。同じタイプなんだけど、同じ考え方なんだけど、同じことをしなくて済むんで、守備をどっちかがしたらどっちか攻撃するし、どっちかが守備にちょっと比重を置き始めたらどっちかは攻撃すればいいしっていうのがこう早くに分かってた、分かりやすかったっていう、話さなくてもできるじゃないですけど、だからそういうのは代表でいうとやっとは一番やりやすかったんですかね。そうですね、大体そう、関係性でいうとそんな感じですね。あとは相手が左が強ければどっちが行く、うん、とかで変わってくるって、相手が左が強ければじゃあ右が守備的にこっちがなればいいし、いや相手体すげえ強いってなったら僕が行けばいいし、それは試合前とかにこうしよう、いやでも試合の中かな、どっちかっていうと始まってみて、はいはい、そう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 、ただ岩田で言ったら七海さんとか服部さんとかは生かしてくれるタイプなんで、すごいやりやすいですね。守備させられる部分は確かにありますけど、でも服部さんだけ逆にない、お前もう俺がやるからやっとけ、攻撃いけって言ってくれるし、七海さんだったら逆に守備の手助けをしてくれて、こっちの方に追い込んでくれるんで守備やりやすかったりとか、なんか その辺はもうちょっとずっと生活してたっていうのもあると思うんで、そのあたりでは、まあ、十色の人たちはもちろんやりやすかったですね。もうなかなかないにしても、同じチームで2人でやってる、クラブチームでやってる人たちのセットで代表に呼べたら、その練習するとか合わせる時間が少なくて済むだろうし、その面では J リーグでなんか特筆して強いチームがあってもいいのかなと思う。そのまま代表でいいんじゃないかっていう言われた時もありましたけど、まあ、それだったらある意味で練習時間合わせる時間はいらないんで、より他の人たちと合わせるっていうことができた方がいいかもしれない。代表も大変なのはやっぱり能力の高い人たちを合わせるのが大変だ。だからただ能力高い人を合わせた方が絶対強いんで、そこの攻め気合いじゃないですか、代表の難しさって。そうやって試合を出てごとになんかやりやすいとかやっていくとか、やっぱりそれはあるかな。サッカーやってみてとか、相手の状況でどうなるかとか、後ろのそうね関係の時にラインが自分たちが行くラインに合わせて上がってくれるのか、それでも来てくれないんだったらちょっと僕たちのやり方変えなきゃいけないなとか、そういうのがチームなんで、2枚との関係性も重要です。いや、かなり重要ですよ、ボランチは。だってめちゃくちゃ1対1強いんだったら俺は全然抜かれていいわけじゃないですか。だけど絶対勝負できますもん。だけど後ろがちょっと怖いななんかって言ったら絶対勝負いかないじゃないですか。やっぱそこは安定し、やっぱチームとしたら安定するのがやっぱり重要ですよねっていうのはつながるんじゃないですか。だから僕らの時代は岩田の時はセンターバックの人に行ってもらって僕は守ると。それは別にやり方次第なんで。鈴木さんが足速いから僕は足遅いんで、スペース出たらお願いしますね、その代わりここは僕は戻ってその分守ります。だけど普通だったらボランこの2人はやっぱセンターバック動かしたくないんで普通はボランチが行きますよ。だけど僕が足遅いからノロノロ行くんだったら俺が行った方がチームにとってプラスだっていう感じだったんで、左は逆に服部さんが行った方が早いんで服部さんが行ってたからこっちは安定してるっていうか真ん中で待ち構えてる。確かに隣のオートマティズムというのは、それは本当にチームとしてやっていくことに、はい、何が最適なのか、最適なのかっていうのは見つけていくのはやっぱりちょっと時間はかかると思います、はい、で試さなきゃいけないんで、森保監督も今回の試合においてもヨーロッパの中でじゃあ誰が適任かとか、誰と誰のコンビがいいかとか、誰がいいのか、調子が上がっているのかとか探ってることも多いと思いますね。フットボールゾーンウェブチャンネルの皆さん、
楽しんでいただけましたか、ありがとうございます。クチャンネルもやってますので、僕自身のチャンネルも見てください。ありがとう。